はい、見てください、この手甲のところ、今日は足長鉢に刺されました。右手と比べたらこんな感じです。左手の甲の辺がすごいパンパンに腫れました。もう足長鉢のおそらく巣を刺激したんだと思います。でいつの間にか刺されて、すごい刺された瞬間もうすごいなんか痛かったですね。もう痛くて、しかも熱い。なんか最初なんか飛んできたんかなと思って、まあ仕事でちょっと草刈りしてたんですけど、その何か石かなんか飛んできたんかなと思ったんですけどね、違いましたね。蜂に刺されてその痛みでした。でそれですごく熱かったですね。でまあそれは痛みはもう一瞬なんですけど、そっからどん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 手が腫れてきてこんな感じになりました。痛いですね、触ったら。すごい激痛じゃないけど痛い、霜焼けみたいな痛さ。でこう思いっきりグーが握れない、したら握ったらここがすごい突っ張る、痛いですね。まあ今までね、スズメバチにも刺されたことあるんですけど、痛みとしてはスズメバチとアシナガバチだったら痛みとしてはもうどうだろうな、同じか、もしくはアシナガバチの方が痛かったですね、でも痛いって言ってもまあそれなり、そこまで激痛って感じじゃなかったですね。気をつけましょう。